はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ、今回の、はい、こちら見ていきましょう。はい、これすっかり買うの忘れてたんでね、今回ね、セブンネットショッピングで購入いたしました。はい、これね、何かというとね、日本の伝統コレクションですね。じゃあちょっとね、早速、開けていこうかなと思うんですけども、今回ね、本当に忘れてて、で、いつもね、ツイッターで、あれなんですよ、僕に買ったものをね報告してくれる方がいらっしゃるんですよ。でその方の、ね、ツイートにねこの伝統コレクションが入ってまして、でああと思って、そういえば本屋さんに行くの忘れてたと思って、で今回はねもう急いでセブンネットショッピングではい注文してね店頭受け取りで購入いたしましたんで、いやーではではちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね教えてくださる方本当ありがとうございますね。いつもね助かってますツイート。さあ行きましょうかね。いやもうこれ忘れてたらダメですね、僕もね。はい、今回はねトミカで巡る日本の伝統コレクションボリュームもう10番ですね。10代目になりますいすゞボンネットバス、こちらをね今回ちょっとね楽しんでいこうかなと思います。はい、ボンネットバスといえばねもう先日ですね、歴代名車コレクションでもねボンネットバス出てきましたが、今回は、伝統コレクションということでございまして、ここ読むの忘れた。今回ね折り紙デザイン仕様ですね。こう側面とか後ろとかちょっとねまだ分かんないんですけれど、このようにこう折り紙がね書かれてるといったね感じのねデザインになってるんで、よしじゃあちょっと楽しんでいきましょう。まずねざっとパッケージ、はいこんな感じですね。こちら大きさとかデザインは、いつものね伝統コレクションと同じようなね形のデザインになっております。でこれね見開きになってまして、パカッと開けるとはいトミカね、上からね覗けるような形になってまして、で右側にこれ折り紙の説明ですかね。はい、このように書いてあります。紙を折ることで様々な形を作る伝統的な遊びの折り紙のデザインがトミカに施されています。あ、紙のね主な産地は愛媛県なんですね。へえ、四国の中央市ね。いやーちょっとね存じ上げなかったんですけども、ね、勉強になりました。でこちら、スケールはね110分の1でギミカねサスペンションとなってますね。さあさあ、それではね続いてねちょっと箱から出してね楽しんでいきましょうかね。なんかこうおしゃれなボンネットバスですよね。どこだどこだ、上からでいいかな。さあ行きましょうかね。どんな感じの雰囲気がある車両になっているんでしょうか。ではでは行きましょう。なんか色合いが素敵な感じですよこれなんかね。あ、真っ赤とかじゃないですね。真っ赤をちょっとなんかね想像してたんですけど、またちょっとなんか小豆色のようなそんな感じなんかな。おー、いいですねこれね。かわいいですね。よしじゃあちょっとね見ていこうかなと思います。はい、今回ね改めましてねいすゞボンネットバスのね折り紙デザイン仕様ですが、まずねはい全体はですねぐるっとねこんな感じになっております。形はねおなじみのねボンネットバスですね。またバリエーションが一つ増えました。これまた嬉しいですね。で細かくいきましょう。まずねはい顔の部分ですね。フロントこんな感じです。バンパー周りのところ、はいこちらはシャーシと一体ですね。艶消しのグレーといったところですかね、この色合いね。こちら一応成型色なんかな、こんな感じになってます。でグリルのところはシルバーの塗装が入ってまして、ライトも塗られてますね。で色的にはこれ小豆色というか赤っぽいカラーなんですが、赤とあとこれベージュですかね。こんな感じのねこうツートーンカラーになってまして、でなんかちょっとこう淡い色同士がねこのなんかの雰囲気があってね、なんか古いようにも見えるんですけど新しいカラーのような、なんか僕の中ではそんな感じがしますね。これはこれでまたおしゃれですね。この色使いね素敵だと思います。で行き先の表記のところにここはねローマ字で折り紙と書かれてますね。なかなかこうローマ字っていうのがまたこれまたおしゃれで、僕嫌いじゃないですよ。いいですねいいですね、なんか素敵ですね。で側面のデザインですね。はい横ね今回の折り紙デザイン仕様ということで、はいこんな感じでいろんな折り紙が描かれてます。これ左から、これが風車ですかね。3色4色か4色のねこう紙を使って折られてるね感じのねデザインになってまして、でその右の方に行くとこれが何でしょうね。これ金の折り紙を半分ぐらいに折ってるのかな、斜めに折ってるんですかね。作品がちょっと僕はこの形わからないですけど、なんかクジラとかなんかそういう魚系ですかねこの辺ね。こちらは青いのもありますが、なんか鳥っぽいような、なんでしょうこれわかんないちょっと作品名教えてください。で後ろの方右端ですね。これはもうおなじみですね、鶴ですね。いまだに僕これ折り方分かってないんで一回ぐらいちょっと勉強して鶴折ろうかなと思いますね。折り紙ね、手裏剣とかはね僕ね男の子なんでねよく昔作ったんですけどね、ちょっと鶴はいまだに折れません。はいでそれ以外のデザインはこのようにこうツートンカラーになってますおりまして、デフォルタイヤはシルバーメッキのスタンダードタイプのものが使用されてます。で、後ろテール周りですが、はい、こんな感じで、リアパンパはグレーの成型色で、あとそれ以外は特に塗装入ってないですね。あとここですね、先日これね数字かと思ったんですけど、これはまた今回もねバスと書かれてますね。で、反対側の側面ですがと、はい、こちら側も折り紙のデザインは先ほどの面を反転したような形になってます。風車と鶴に、何かしらのものです。はい。適当ですいませんが、まあ同じデザインですね。本当同じデザインになってます。こちら側はね、なんか反対側はちょっとまた違ったね、折り紙をちょっと期待しちゃってたんですけどもね。まあまあこれはこれでありでしょう。いいですね。こういうバスが本当に走っててほしいですよね。で、屋根の部分ですが、ルーフですね。はい、こんな感じになっておりまして、こちらは色一色ですね。ここにも折り紙のデザイン1個ぐらい欲しかったかな。この辺ね、結構空きスペースというか、そんな感じであるんでね。で、底の部分ですが、はい、こんな感じになってまして。で、バンパーではね、あまり思わなかったんですけど、結構なんかキラキラしたね、感じのシルバー底になってますね。で、この車両ね、ギミックの方はサスペンション機能がついてます。はい、ということでね、今回ね、またね、素敵なね、デザインが施されたボンネットバスがね、登場しました。日本の伝統コレクション。いや、これね、今回ね、もう第10弾になるんですけど、まあ、おそらくね、もう今回、まあ、12までは出ると思うんですが、今後ね、まあね、ネタ的にね、厳しいかもしれませんけど、いろんな、こう、日本の伝統をね、ちょっとね、デザインしたね、車両がね、登場してほしいかなと、そんな感じでね、思いますね。うん。いいですよね、ボンネットバスね。なんか、本当素敵です。で、せっかくなんでね、こう横に置いてたね、歴代名車コレクションのボンネットバスをね、ちょっと並べてみると、はい、こんな感じになります。いい並びですね、ボンネットバスね。うん、素敵だと思いますんで、まあ、ボンネットバスのね、バリエーションもそうなんですが、まあ、ぜひぜひこのシリーズね、どんどん続けちゃってください。よろしくお願いいたします。まあ、てな感じで今回はね、トミカで巡るね、日本の伝統コレクションね、ちょっと忘れてたんですけどもね、購入することができました。いや、ほんとツイッターでね、教えてくださった方、ありがとうございます。危うく、ちょっと買い逃したことでしたね。うん、セーフです。はい、ありがとうございます。で、この動画見てね、気づかれた方は、まあ、セブンイレブンのね、オンラインサイトとか、あとね、もうお近くの書店でね、取り扱いがね、あることがありますので、気になる方はぜひね、ちょっと一度手にしてみてください。まあ、これまでのシリーズもそうなんですけど、ほんとね、デザインがね、素敵なので、気になった方もぜひコレクションに加えてみてください。まあ、ということで今回はね、この辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルの太郎でした。皆様のチャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いします。あと Twitter やね、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。では今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、この動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう。さよなら、バイバイ。